ようやく亀がオリンピックから帰ってきて、こうして、まあ、4人で話をじっくりしていくっていうのは今が初めてになるけど、まず率直に、オリンピックが終わってどういうふうな心境で今いるのかっていう、うん、こういうふうな感じでオリンピックを目指しました。で実際その舞台に立って今帰ってきました。もうオリンピアンとして今亀山晃平っていうのがいて、で今の亀がどんなことを感じてるかっていうのをちょっと聞かせてもらいたいんやけど、終わった率直なところで、いやーなんか5年間長かったなっていう感じですね。本当にあの特に1年間伸びたところはなんかは、まあ、やっぱポジティブシンキングであの1年間の準備できた、できるようになったっていう気持ちで発信しないと結構辛かったと思うんですよ、うん、1年前、うん、あの延期になった。でも実際やっぱこの1年間は辛かったなと。楽しい時なんてやっぱなかったし、ずっと辛いっていうのを積み重ねながら、特にここ2年間くらいは辛い戦いだったなって振り返ってます。だからこそオリンピック代表が決まった時にはもう本当にもうストレスが抜けちゃって、もう本当思い切ってやるだけだと思ったら余計な力が抜けてきた感じで、とてもなんかよく言われるゾーンっていう、1ヶ月半ぐらい本当にそのゾーンにこう出たり入ったりしてるような期間、本当に不思議な期間で、あんだけ辛かったのにオリンピックの期間すごい楽しかったんですよ。すごい充実してたし、すごいなんか幸せを感じる期間で、すごいまあ楽しく、過ごせた1年半が、1ヶ月半があって、それはやっぱ今まで苦しかったかなと思う。でいざ終わってみたら、まあ悔しさと幸せと喜びと感謝と、あとは解放感、本当にごちゃ混ぜの感情ですね。なんか俺らも1年間こう伸びるっていうのと、亀もなかなか代表に決まるか決まらないか分かんないって言って、すごくこうワールドカップも派遣されるのかされないのかから始まって、結構こう分かんない状態の中ですごい難しさはあるよなって、その中で亀も苦しい中でやってるなっていうのも見てて分かるし、その、まあ、決まってからの1ヶ月半っていうのが、そうやってある程度ある意味くっきれたっていうか、やっぱパッと集中できるっていうところがあったって言ってたけど、佐野はこの間近で見ててどんな感じ？やっぱ進んでいた中で苦しさっていうのはすごく感じていて、代表に決まりそうで、でも決まらないで、試合出てもやっぱり決めきれないっていうところの、それは演技に対してもそうですけど、そのシステム的なものでワールドカップが延期になったりとか、順番的に最後になったりとか、そういうものでなかなかこうはっきりした答えが出ないっていう状況の中で苦しさをすごく感じてましたけど、やっぱ決まっその代表が決まってからは本当になんか余計なものが取れたっていうか、で自分は合宿と直前のボリューム練習だけは入れたんですけど、ボリューム練習で本番直前の会場での練習で実際試合行って、試合と同じ時程でリハーサルみたいな感じでやる練習の中で、カメが行って演技して練習して帰ってくるときに楽しかったって言ってて、ボリューム練習、ずっとこの場にいたいって言った言葉がもうなんか
全て物語ってたっていうか、あの余計なものが本当に取れて、もう純粋にそこに迎えてるんだなっていうのを感じれた瞬間だったなっていうふうに。で、個人的にはやっぱり、なんか、もっとサポートできたんじゃないかなっていう自分の反省はあるんですけど、でもやっぱりずっと見てきて、ずっと目標にしてきた舞台で、カメがその舞台で堂々と演技してるっていう姿を見れたっていうことが、あの僕にとってはものすごく嬉しかったっていうか、なんかそういう姿を見せてくれて本当にありがとうっていう感じでした。さっきあの感謝とか悔しさとかいろんなこう感情が混じってたって言ってたけど、この感謝とか喜びとかこのポジティブ的なことを感じるその中身みたいな、どういうところが、なんかあの多分僕めちゃくちゃ研究してきたんですよね、そういう話好きだから。なんか悔しさってやっぱり結果から直結でイメージしやすいやん、でも選手たちが本当に喜びとか感謝とかって、いやもしかしたらオリンピックのそのなんていうんですかね、マーケティングが成功してるっていうか、あの五輪への入れ込みっていうか、もう刷り込まれてるじゃないですか、感動できる舞台みたいな。でそれをみんなちょっともう100年以上の歴史があるから、やっぱりそのもうそういうオリンピックってそういうもんだっていう風に刷り込まれてるから、僕が思ったっていうよりも言わされてるかもしれないっていう部分はあるんですよ。でもあのやっぱみんな言うんですよね、なんか感謝と、テレビで見る限り、なんでなんでしょうね。でもそういう気持ちになったんです、本当になったし、あとはインタビューの時にそう言おうって思ってて、で本当にそういう風に思うようになってきた。改めてやっぱり引き上げてもらった僕の体操人生なんで、基本的に本当 小中高大社会人で本当強烈な人たちにこうコーチしてもらったっていうか、引っ張り上げてもらって目標までたどり、あの生かしてもらったっていう感覚がすごい強いんで、なんかそうすると僕は引っ張り上げた人生だから、まあ一人でやってきたわけじゃないなみたいな、じゃあまあなんかありがたいなみたいな、自然とそういう気持ちになってきて、まあ、ここだけなのし、僕決勝のあのこうみんな8人、決勝8人行くんですけど、8人が集ってその入場の前のあの集合するんですけど、入場前に集合でちょっと待たされたんですよ。でその時に僕はもうあの今日はもうなんていうかな、オリンピック最後なんだって、もうだから今日はもう感謝と喜びをもう心いっぱい持って、もう思い切って演技しようと思って臨んだんです。で臨んで会場入ったわけだから、その集合した時にも改めてこう感謝と喜びを持って思い切って演技しようって、僕なんか泣けてきちゃってもう本当なんかちょっと恥ずかしいんですよ、始まる前に泣けてきちゃって、であのカズマとかもそのネタアップしてて、でこうバレないようになんか集中してるような感じになってて、はい、でもうそのくらいなんか溢れてきたんですよね。予選の時の僕の演技の後も、まあ、見ていただいた方もいるかもしれないですけど、なんか結構嬉しそうな顔してたと思う。あれってああしようってよりも溢れてきた、あの試合の時にああいう風な表現をしたことは多分ほんと10年くらいないんじゃないかっていうぐらい特別な舞台、特別な舞台っていうか、なんか本当に幸せで不思議な時間でしたね。あ、本当にこう自分たちもオリンピックって、まあやっぱり体操やりながらこう、まあ、先輩たちみんな、まあ体操だけじゃないけどいろんな競技の中で
そのインタビューっていうのはやっぱり見てきて、でその中で選手が喋ってる、まあ夏も冬もそうやけど、いろんな選手が言ってる言葉っていうのはやっぱりこう入ってるかも、入ってるから、そういうところにこう自分が立てたんやっていうところは、多分きっとそういうのはあると。でこの今回コロナ禍の中で選手たちが、まあ、あるかない中でようやく、まあ、開催されて、でその中でこう演技させてもらったことの喜びっていうのを選手が本当にこうインタビューで言ってるの自分も聞いたし、でもきっとこれからオリンピック目指す選手たちも多分そうやって感謝の気持ちをこう言ってるところっていうのが見てると思うから、そういうのがこう引き継がれてると、そうかもしれないですね。どうだろうって、あのちょっとなんていうかね、かゆくなるようなこと言うと思うんですよ、オリンピック選手って。で僕もいや本当に思ってるのかって正直思ってたんですけど、でも僕そうたあの体験しちゃったんで、わあの人たち言ってたのってあの細ばゆい感じの表現だったけど、本当に多分そう思ってたんだって、うん、あの体験してきました。新宅はこの、まあ、俺らこうやってオリンピックに目指す中で、まあ、練習とか見てきたやん、どういう風に見てた？なんですかね、あの予選の時は本当なんか勝手に緊張して勝手に声出しながら予選が応援してたんですよ。でビデオを撮って改めてまた夜とか冷静になった時見てると、まあ圧巻の演技じゃないですか。あのでも日本チームも一番応援されてた、ほら、あの梅本さんとか早くんとかいろんな人の声もすごい出てたし、なんかやっぱり人を動かせる演技なんだな、人の心を動かせる演技なんだなっていうのを感じましたね。決勝とか予選とかずっとテレビ見てきて、でもまだなんか実感なかったんですね、亀がオリンピック選手っていう。ただこの、まあ、インタビューとか見てたりとか、まあ、今日も、ね、子供の教室やったんですけど、子供たちにあオリンピック選手として伝えてる、それを子供たちとかそのお母さんとかがお父さん聞いてるのを見るとすげえなっていうのを改めてすごい感じたかった。やっぱ本当に言ったように5年間ってすごい長かったし、で最後のこの1年もう決めてあげてってもう多分僕ら思うじゃないですか、もう亀に決めてあげてって思うぐらい、最後のドーハがどうなるかで分かんない時間をよく本当に手放さずに頑張ったなっていう、やったなっていう。本当にドーハもなくなったら亀決まりやのに、なかなかここが決まってこない、はい、もう本当にここまでやらないんだったらもう本当になしにしてくれたらいいのにっていうのが心の中であったけど、そうです、その中でやりますっていうふうに決まった。しかし試合の日でしたもんね。そうそうそう、そんな中でこうできてようやく、亀がオリンピアンとして帰ってきた第一声ということで、まずは亀、お疲れ様でした。お疲れ様でした。